もご視聴ありがとうございます。前々回の私が朝日新聞に載りましたという動画なんですけれども、日本ではですね、パイオニアの人は出る杭は打たれるで結構叩かれるっていうようなコメントをいただいたんですね。え、パイオニアってステレオとか私なんか思っちゃうんですけど、日本語に訳すとですね、先駆者とか、それ先を行っている人っていう意味のようなんですけど、まあ息子に言わせるとずっとずっと先へ先へ行ってる人だよっていうことで、私が YouTube で収益をいただいたりとかですね、この年で離婚して好きな人生を歩み始めたとか、今いろんな要素があって、私のことをパイオニアというふうにその方が表現してくださったんですけれども、まあ私は自分がですね、もしパイオニアだとすればですね、まあですね、円満離婚のパイオニアであるっていうのは胸を張って言えるんですね。まあ私もね、日本に帰ってくるまで本当に全く知らなかったんですけど、アメリカで離婚っていうのはね、かなり揉めるみたいで、お金のこととか親権のこととかで結構揉めて、本当に修羅場になったりする方もいらっしゃるみたいなんですよ。それでそんなことはね、もうこれっぽっちもね、考えなくてですね、息子と日本に帰ってこれるのも当たり前のように考えてたんですけど、旦那さんの方がですね、子供と会えなくなるから日本に帰ったらダメっていう方も結構多いみたいで、でそう言われたらもう国外に子供を連れて出られないらしいんですね。それもね、私聞いて驚いたというか、まだピンとこないんですよね。そういうふうに言われた場合、自分に経済力がなかったらどういうふうになるのかなって、もう考えただけでも怖いなっていうふうに思ってしまったんですよね。私の場合はもう離婚の手続きに入った時点で、一番最初に子供を連れて日本に帰るっていう書類を元夫が作成してくれたんですね。その書類を書いて認められてないとですね、連れて帰るのがダメらしいんですよ。うちはほとんど合意してるということで、弁護士さんでコンタクトを取ってもらって、私たちは直接そういう交渉とかはしなかったんですけれども、弁護士さんにもですね、うちみたいな円満なケースは本当に見たことがないというふうに言われまして、まあちょっと皮肉でですね、何々さんちは仲良しだから大丈夫ですねっていうふうに断ることに言われたんですね。でも離婚するのに仲良しってどういうことだろうってちょっと思ったんですけど、結局財産分与ですとかいろんなものを分けるのにもですね、元夫の方はですね、弁護士さんの方に私の意向通りで構いませんっていうふうに言ってあったようで、私の方は私の弁護士さんに、もうそれは法律通りで私からの意向っていうのは全然ありませんということで、お願いしてありました。もう本当に離婚に関しては円満で、今もまあ最低限、必要性のあることは話したりとかしてますね。私の動画はですね、いろんな要素がこうたくさん入ってまして、まあ本来はですね、動画っていうのは一つのカテゴリーに特化した方がいいらしいんですけど、私はまあこう何でも屋みたいなですね、離婚であったり、猫のことだったり、ハンドメイドのことだったり、アメリカのことだったり、まあいろんなことをですね、織り交ぜて、動画の方を作ってるんですけれども、いろんな視聴者様がいらっしゃるので、いろんな内容を私のこう日常として配信していけたらっていうふうに思ってるんですね。その点をご了承いただきたいなっていうのとですね、青森の視聴者様からですね、土佐弁を聞きたいっていうふうに、コメントでありましたね。ひょっとしたらね、青森もそうかもしれないんですけど、土佐弁もね、本気出して喋ると本当にわからないんですよね。それでそれもね、おいおいに少しずつ出していこうかなと思ってるんですが、今日はですね、私がすごくリンゴが好きで、動画にリンゴが出てくるんですけど、アメリカのリンゴについて聞きたいっていう風なコメントがありましたので、それについてね、ちょっと私の知る限りなんですけど、写真も交えながらですね、お話ししたいなと思います。ワシントンはですね、すごく涼しいところで、夏はエアコンのいらないところなんですけど、私がね、一度すごくね、びっくりしたことがありまして、2時間ぐらいかかったと思うんですけど、
遠くの町にね、車で行ったことがあったんですね。まあなんかこう標高が高くなったのかよくわかんないんですけど、家を出るときはカーディガン1枚でよくてポカポカしてたんですけど、車で1時間ぐらい飛ばすとですね、もうなんかすごい雪山の中にもうリフトが動いてて、スキーとかしてる人がいるんですよ。で、その中本当に私たち家族がなんかあの薄着で、それで車乗っててもうめちゃくちゃ寒いんですよね。暖房入れるんですけど、まあ、コートとか何も着てないんでめちゃくちゃ寒いんですよ。もう本当に違う国に来たぐらい気候が違うんですよね。トイレに行きたいって言うんで休憩所でトイレ行ったんですけど、もうねみんなダウンコートとか着てて、もう私たちだけカーディガンで、もうとんでもない寒さなんですね。もう具合が悪くなるぐらい寒くてですね、最初まずですね、ドイツ村的なところがあるんですね。建物とかもドイツ風で、ちょっとした観光地みたいなところらしくてですね、そこをまず抜けたんですね。雪がうっすらと積もった山々があって、川みたいなところがあって、川も綺麗で山も木も綺麗なんですよ。でもうスイスみたいな感じですごい綺麗なんですね。こんな綺麗なとこあったんだって、もう写真をずっと撮って、そこを過ぎたら最終的にその目的地の町に着くんですけれども、こうポカポカ暖かくなって、やっとカーディガンでもおかしくないような普通の気候のところになったんですよね。そしたらですね、両脇にずーっと白い花の咲いた木がもうずーっと延々にあって、もうどこまで行っても白い花の咲いた木なんですね。店とか家とかがまあ出てきたけれども、やっぱりどこまで見渡してもその白い花の咲いた木があるんですよ。でこれ何かね何かねって3人でずーっと言ってて、そしたらですね、何々市へようこそっていう看板がリンゴの形だったんですよ。あーって思って、これリンゴの木かっていうのが初めて気がついて、で私はまあ暖かいところで育っているので、リンゴの木なんてまあそんなの花なんか見たことないわけですよね。で、うわすごいねっていうことになって、で考えてみたらですね、ワシントンのスーパー、どこに行ってもですね、ワシントンで採れたリンゴ結構売ってるんですよ。アメリカはね、もっといろんな種類がリンゴあるんですね。色も赤だけじゃなくてグリーンアップルとかもありますし、赤いものでも富士とかジョナゴールド、日本のものも売ってますけど、パーパウンド、1パウンドあたりいくらで売ってて、私がいた州は一番安いもので1パウンド98セント、1パウンド100円ぐらいですね。1パウンドは450グラムぐらいなので、まあ日本よりはね、安い感じなんですよ。2個ぐらいは全然買えると思うんですよね。リンゴはですね、日本より小ぶりで、まあ私は日本の方が美味しいかなと思うんですけど、それでもね、リンゴ好きなのでね、よく買ってましたね。家に帰り着いて、日本の友達に、今日はドイツ村を通って、その後スイスを通過して、スイスを抜けたらね、青森だったんだよっていう話をしたんですね。そしたらそれ、何それって言われたんですけど、